太陽系の元素素成は、軽素原子を基準として、太陽系の構成元素の量を原子比で表したものである。宇宙の元素素成の代表として記述されることもあるが、より精度の高い元素素成の観測が可能であるのが、太陽系における数値である。また、太陽系の質量の大部分は太陽が占めるため、ほぼ太陽の元素素成とも言える。放射性同位体の改変。 あるいは太陽中心部の核融合による元素変換のため、蘇生は普遍ではない。太陽系の元素蘇生は太陽の高級の表面の原子スペクトル、太陽風の分析、あるいは太陽系創生当時の固体物質の蘇生を比較的保持していると考えられている CI コンドライト隕石の化学分析に基づいて算出されている。以下の表は、 軽素原子数を1と置いた場合の規格化された数値。文献により、軽素原子数を106と置いた数値を示したものもある。核元素の質量比は、軽素の質量比イコール0.0698891%として、原子量を用いて、核元素の質量比を算出することも可能である。存在度60イコール6.0原子番号が30番以下の元素の存在度は、 おおむね原子番号の増加に伴い、指数関数的な減少を見せる。ただし、3番のリチウムから5番の項素は著しく、少なくなっている。原子番号が、偶数の元素は、一般的に前後の奇数の元素より多量に存在する。これは、オドイコール・ハーキンスの法則と呼ばれ、原子核の安定性による。他の元素を引き離して多量に存在する元素は、水素、ヘリウム、炭素、 窒素、酸素、ネオン、マグネシウム、ケイ素、イオン及び鉄の重元素であるが、水素及びヘリウムは特に多い。これは元素合成の過程が大いに影響し、各融合反応やトリプルアルファ反応、アルファ粒子過程で4の倍数の質量数を持つ原子核が多量に生成され、各種1個あたりの結合エネルギーによる質量欠損が 最も大きい鉄56あたりで止まるためである。半減期が、おおむね108年オーダーより短い放射性。同位体は、地球及び太陽系の年代である46億年の間にほとんどが崩壊して失われるため、存在しない。安定同位体の存在しないテクネチウムやプロメチウムは、痕跡量しか存在しない。また、原子番号十四番のポロニウムから十九番の アクチニウムまで及び91番のプロトアクチニウムは、半減期の短い同位体しか存在しないが、ウランやトリウムの放射性改変系列において、定常的に生成するために、極微量が存在する。詳細は、地殻中の元素の存在度を、酸性気ガスなど気体でかつ化学結合を形成し、硬い元素、及び、水素や窒素など単体及び化合物の揮発性が高い元素は、 地球型惑星では、惑星形成の凝縮モデルにおいて、創生時にほとんど集積されず、太陽系の元素素成に対し著しい欠損が見られる。地殻、マントル及び核といった地球の内部構造、密度、合成及び圧力などは、地球内部を伝播する地震波の解析により推定されている。地球を作るのは、主にマグネシウム、ケイ素。 鉄及びこれらと結合している酸素である。したがって、地球の質量の約67%を占めるマントルは、計算マグネシウムを主成分とする観覧石2 c を4焼き石に s i 二 o 6及びそれらの高圧症が主であることが推定され、石質隕石を構成する鉱物もこれらである。地球の質量の32.4%を占める、核はニッケルを含む鉄を、 主とすることが推定され、鉄隕石や石鉄隕石の金属部分に近いものと推定される。しかし、高圧実験の結果より、地震波から推定される地球の核の密度を上圧に、換算したものは、鉄よりも若干小さいことが判明している。これは、核に10%程度の軽減素を含むことを示唆し、軽減素として、かつて単体軽素が考えられたが、 核と接触するマントルに含まれる、計算鉄と化学並行が成立しないとして否定されている。隕石はしばしば、トロイライトと呼ばれる、硫化鉄を含むため、硫黄の可能性も高いとされ、酸素や水素も含むとする説もある。近くには主に超石を構成する元素が濃縮し、核を構成すると推定される親鉄元素やマントルを構成すると推定される。 観覧石を構成する元素の欠損が見られる。このため、近くでは存在度の低い元素である、白金属元素や金などは、地球では核にそのほとんどが濃縮されているものと推定され、太陽系の元素組成ではそれほど少ないわけではない。例えば、金では c イコンドライト中の平均含有率は、近くの約50倍、イリジウムは5000倍近くになる。 核における金含有率は約午後1時に達すると推定されている。詳細は KT 境界を参照一方、イオン半径や原子化が観覧石の成分であるマグネシウムイオンとは異なるためマントルから排除される元素としてウランやトリウム、また超石の成分であるカリウムとイオン半径が近い、バリウムはカリウムと共に近くに濃縮される。 C.I. コンドライトや鉄隕石の元素組成をもとに地球のマントルや核の平均的化学組成が推定されている。ここで地球の質量の27.1%を鉄隕石5.3%をトロイライト合計32.4%を核に相当すると仮定しマントル及び地核は計算しようとして地球の元素組成のモデルを示したのが以下の表である。 地球の化学蘇生及び太陽系の起源を探る上で、c i コンドライト隕石の分析は重要な位置を占めてきた。しかしながら、地球に落下する隕石は大気による加熱編成を受け、変質している。日本の打ち上げた探査機、ハヤブサのミッションは、加熱編成を受けていない。小惑星のサンプルを直接採取し地球へ持ち帰るという意義を持つ。地球型惑星では、 岩石質ゆえ、カリウム40の β 崩壊による、アルゴン40、ウラニやトリウムなどのアルファ崩壊により生じたヘリウム4が蓄積している。このため、地球上におけるヘリウムやアルゴンと、太陽系全体のヘリウムやアルゴンの同位体比との間には相違が見られる。太陽系全体では、構成元素は水素やヘリウムを主成分とし、岩石を構成する元素の比率が、 圧倒的に小さいためである。その他の気ガス元素でも多少の変動が見られる。これらの元素の地球上及び太陽系における同位体比は以下のようになる。ありがとうございます。